スターが2体。こいつまたエクシーズ召喚を。カイトのデュエルには以前のような温かさは微塵もない。怒りに満ちている。その怒りを少しでも沈めたいと思ってここまで戦ってきたけど、カイトは心を閉ざしたままだ。ユート、お前の言う通り、シティでの成功は相手がジャックだったからなのかもしれない。いや、本当は俺も分かってるんだ。俺一人の力じゃみんなを笑顔にすることなんて。まだ力不足は俺も同じ。今の俺たちの力でどうすればカイトに心を開いてもらえるのか。どんな戦法を取れば固く閉ざされたあいつの心の扉を叩くことができるのか。ユト、そして見つけた答えがこれだ。俺はエンタメイト、ベッペルマンのペンデュラム効果発動。1ターンに1度、自分フィールドの全てのモンスターのレベルを1上げる。そして俺はレベル4となった黒剣の魔術師とエンタメイト、ウィムウィッチをオーバーレイ。漆黒の闇より愚鈍なる力に抗う反逆の牙、今降臨せよ。エクシーズ召喚、現れのランク4、ダークリベリオン、エクシーズドラゴン。これはまさか。そうだ、俺だカイト。俺のエースモンスター、ダークリベリオン、エクシーズドラゴンを見れば思い出すはず。デュエルスクール時代、シュンと共にお前と何度も対戦したことを忘れたわけではあるまい。なぜ、どうしてそのモンスターを奪ったのか。ユートを倒してそのモンスターをお前が。お前はまさかユート。